お待たせいたしました。オレンジベーコンになります。ありがとうございます。うん、地震だ。子供の時から地震の時はテーブルの下に隠れなさいっておばあちゃんに言われてきました。おかげで大人になった今もこうして潜る癖がついちゃってます。あ、収まったみたいですね。まあ落下物から頭を守るには悪くない方法です。あ、でもしっかり知識を身につけて日頃から備えておけば災害時のリスクはもっと減らすことができるそうですよ。さてドラマの時間です。おなじみのあの方に今回はどのような出会いが待っているのでしょうか。これ東南アジア人道支援の資料、午後1の会議までに制作課の田上主任にチェックしてもらって。すごく忙しい人だから事前に必ずアポ取って。あと今日 JICA の東南アジア対応支部のメンバーもミーティングに参加するから、着いたらすぐ国境層と近人に連絡して。あ、はい、だから国境層と近人、国際協力局開発協力総括課と緊急人道支援課に。ああ、はいはい、そういうことか。もう最初からちゃんとフルで言ってくださいよ先輩。分かったんだな、即動く。この資料、人道支援じゃなくて別の案件のやつみたいなんですけど。え？しまった。張り切って明日の分まで準備したのがあだになった。どんまい。やばいじゃん。間に合わないじゃん。行くよ。間に合った。いややばかったっすね。あれ気づいてなかったら先輩めっちゃピンチでしたよ。グッジョブ俺。相変わらずドタバタしてるな。何度言ったら学習すんねん。突っ走る前に一旦指差し確認せえって。はい、おっしゃる通りです。大丈夫か、そんなんで。あと半年でハノイの日本大使館勤務になるのに。不安しかないです。堂々と言うな。ですよね。外務省に入省して2年目、もうすぐ本省での研修期間が終わり、半年後には海外での語学研修が始まる。行く先はベトナム。入省時に専門外国語にベトナム語を選んだからだ。その後晴れて外交官としてデビューし、現地で日本人の安全を守り、世界の国々との架け橋になる予定だが。って私このままじゃ無理じゃないかな。何が無理だって。主席。また失敗でもしたのか。正確には失敗を未然に言い当てられたと言いますか、後輩に。なるほど。吉沢らしいといえばらしいが。はあ。落ち込んでる場合じゃないぞ。新しいプロジェクトに推薦しておいた。え？何のプロジェクトですか？防災だ。防災？古くは江戸時代、徳川家康によって行われた利根川の東遷事業というのが有名です。何をやったかと言いますと、東京湾に流れ込んでいた利根川の流路を太平洋に移したんですね。これによって江戸の町はこれ以降洪水を防ぐことができたそうです。で、それから400年この国は度重なる災害を乗り越えてきました。で、その経験を生かして今日本はですね、
ODA 活動を通して防災と復興の分野でもアジアの国々を積極的に支援しています。そして2015年に開かれた国連防災世界会議ではこういう言葉を世界に向けて発信しました。はい、ビルドバックベター。ビルドバックベター、日本語に訳しますとより良い復興っていうことになります。じゃあこのより良い復興ってどういうことなのかと言いますと、復興の際には以前よりも強靭な街づくりが必要ですよってことなんです。例えば洪水ならば災害が発生しやすい場所には家を建てないとか、地震ならば建物の耐震構造を強化するとか、次また災害に見舞われた時に被害を抑える対策、これをいかにみんなでですね、いかに社会全体で構築していくかっていうのが一番重要な課題なんです。よいしょ。しみますね。もう先生、甘いものはほどほどにした方がいいって医者から怒られたばっかりでしょ。いいんですいいんです、これはご褒美なんですから。何のですか。今回もまたきちんと授業ができましたのご褒美です。甘い、ご自分に甘すぎる。わかりましたわかりました。じゃあもうさっさと仕事終わらしましょうか。よろしくお願いします。今回のプロジェクトは JICA 主催でアジア各国の学生が防災について学び議論を交わし、その結果防災において最も重要だと考えたポイントを動画にまとめるのが趣旨です。完成した動画はサイトで共有し、優秀作は表彰されます。なんか硬いですよね。なんか堅苦しくて今のじゃ全然面白くなさそうに聞こえましたよね。いえそんな。要はですね、もっともっと世界中の人たちに防災について知ってもらいたいんですよ。このプロジェクトに参加する学生さんたちがですね、感じたことをこう自分の言葉で発信してくれれば、若者たちの間でも防災意識が高まっていくと思うんです。そうなればおのずと災害の際に被害を減らす工夫を普段から考えるようになってくれると思いますし、命を守る行動につながると思うんです。そう思いませんか。先生、吉澤さんが引いてます。あ、ごめんなさい。あ、いえいえ、まさかそんな。ただ私でお役に立てることあるんでしょうか。実は防災の分野に関わるのは初めてで。あ、そんなの本当に全然大丈夫なんです。吉澤さんみたいな人がこのプロジェクトには必要なんですよ。専門家じゃないからこそ学生さんたちと同じ考え方ができたり、こう同じものが見えたりするんじゃないですかね。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあ一人一人自己紹介していこうか。はい、僕は甲田雄太郎です。ゆうって呼んでください。パキスタンから来たサイラーです。この大学では日本のカルチャーの勉強をしています。これ僕が考えた配膳ロボットです。被災地で人手が足りなくなった時に代わりに食料を均等に分けて配分します。おお。私は英語が得意なので将来は同時通訳としてバリバリ働きたいと思ってます。 You can count on me。体力には自信があるので被災地での人命救助なら任せてください。よいしょ。頼もしい。すごいすごいすごい。大丈夫？大丈夫ですか？あなたが大丈夫ですか？大丈夫ですか？私は大丈夫です。おろしてください。大丈夫です。危ないです。これはちょっと問題だ、あなた。危ない危ない。問題だ。危ない。私が問題。学生たちと東南アジアに駐在経験のある職員の方に取材したいんですけど、ご紹介いただけたりしませんか。お、張り切ってんな。 OK、 どこの国。はい、タイとフィリピンとシンガポールとラオスとマレーシアとインドネシア。張り切りすぎや。人事担当紹介してもらって。どうだ、
うまくいってるのか。はい、学生たちがすごく前向きで。そうか。で、自分自身はどうだ。私ですか。もうすぐ現地に赴任するんだろ。このプロジェクトで防災を学ぶことでしっかり心構えができるんじゃないか。心構えですか。そうだ。どの国にも地形や環境によって災害のリスクはつきものだ。だからこそどんな時でも冷静に対応できるように外交官には知識と心構えが必要なんだ。古くから都市は海や河川など水辺に建設される場合が多い。アジアは米食文化ゆえに河口部に農地が広がり、町や集落もその近くに作られる。そっか、だから水害のリスクが大きいのか。次はベトナム北部に甚大な被害を及ぼしている洪水の続報です。通信などのインフラが麻痺する中、在ベトナム日本大使館と JICA は詳しい被災状況や必要物資についての情報収集、現地の日本人の安否確認のため不眠不休で対応に当たっています。もしもし。あ、もしもし。あんた明日帰ってくる？帰ってくるよね。お母さん誕生日だし土曜日だしお休みよね。お母さん一気に喋りすぎ。だってあんたメールの返事全然よこさないんだもん。あんたの好物いっぱい買ってきちゃったからね。絶対帰ってくんのよ。いやちょっと週末で いろいろ勉強しなくちゃいけないことがあって。お母さん聞いてる？ひどい。お父さんも単身赴任中だし、お母さんに誕生日を一人でわびしく寂しく過ごせっていうの？お母さんは瑞希とお父さんの誕生日にはいつだってお家でごちそう作ってお祝いしてきたっていうのに、あんたの教室の誕生日の時だって。もう分かったよ。帰ります。帰ればいいんでしょ。あ、そう？よかった。じゃあ待ってるからね。ことは気にしなくていい。部品。いやいやいや気にするでしょ普通。え、なんで実家に帰ってきたら彼氏が出迎えるの？ねえ、おかしいよねそれ。変だよね。じゃーん。これ全部シュート君が準備してくれたのよ。ほら、おいしいでしょ。このお店ネットで話題でさ、うちのデリバリー会社でも契約したいなって思ったんだけど、今日リサーチも兼ねて頼んでみた。シュント君社員になったんだもんね。はい。デリデリサイクリング。お母さん推し。デリデリバイキングです。え、そうだったっけ？確かに自転車でお届けしますけどね。ほらサイクリングでいいんじゃないの。ダメです。私より彼氏が母親と仲がいいってどういうこと？そういえばさ、みずき来年からよね、海外赴任。うん。ベトナムでしょ。もうお母さん心配で。なんでよ。だって海外だってだけでも心配なのに、お母さんほとんど知らない国だから。この間お友達が言ってたんだけど、洪水とかも起こりやすいんでしょ。まあでもここ最近はすごく発展してきた国だよ。交通機関も普通に便利だし、それに困った時こそその国をサポートして現地の日本人の安全を確保するのが外交官の仕事だから。へえ、一発のこと言うようになったじゃない。まさかあんたが外務省に入るなんて思ってもなかったわ。そうだったんですか？そうよ。だってこの子子供の頃から自分のことだけでも精一杯だったんだから。それが他の人のサポートなんて大丈夫かしら。あんた
周りの皆さんに迷惑かけたりしてない？してないよ。ならいいけど。とか言って本当はお母さんが瑞希と離れるのが寂しいだけじゃないですか。あら、それは俊斗くんでしょ。バレました。え、そりゃそうでしょ、付き合ってる女の子がこれから海外勤務になるって言うんだから。何年だっけ、3年4年、場合によっては6年。6年、あんた愛想つかされないようにちゃんと俊斗くんのこと大事にしなきゃダメよ。いや何いきなり。これからどうするのかちゃんと話し合わないとね。いや、まあそうですけど。あのさ、ん、さっきの話、寂しいってあれ本当？寂しくないって言ったらやっぱり嘘になるかな。いや、俺もごめん。でも瑞希の仕事応援してるのも本心だから。瑞希が瑞希らしく突っ走ってるのが俺にとっても一番だから。ありがとう。あ、大学でもバスケ部入んの？いや、大学では筋肉研究会に入るって決めてまする。ねえ、そんなんないよ。え、ないの？ない。ねえねえねえ、青木さんはなんかサークルとか入ったりしてる？あっちでみんなと話そうよ。キャモン。そういうのいいんで。始めるよ。青木さん。やっぱダメか。また今度一人の時話しかけてみる。ほっとけばいいんじゃないですか。マジで感じ悪いし。そんなこと言うなって。いやだった。こんにちは。松屋先生、どうされたんですか？ああ、用事のついでにちょっと顔見ておこうと思いまして。どうです、順調ですか？ちょっとお時間よろしいですか？ああ、ええ、いただきます。あの、青木里奈さんのことなんですが。ああ、芹沢君も心配してましたね。何かありましたか？ああ、いえ、そこまでは。ただこのプロジェクトには興味がないようでして。ああ、おそらく逆だと思いますよ。逆？ええ、彼女は今うちの学生ですけど、初めて会ったのは僕が調査で仙台に行った時です。仙台？東日本大震災の被災者なんです、彼女。当時6歳で、あの地震の時お母さんとはぐれてしまって、逃げ込んだ雑居ビルの中で丸3日取り残されたんです。ダメだ、水が階段の下まで迫ってる。そっか、朝まで助けを待つしかないね。はい、教えん。
これで大丈夫。朝になったら絶対助けが来るからね。本当？きっと大丈夫。一緒に頑張ろう。救助されて無事に家族と出会えたんですが、同じビルに避難していた女性の方が救助された直後に亡くなってしまったんです。心臓に持病があって発作が起きてしまったらしくて、その方はね、避難している間ずっと彼女を励まし続けてくれたそうです。大丈夫、一緒に頑張ろうって。きっと大丈夫、一緒に頑張ろう。先生、全然大丈夫じゃないし。そうだと思います。でもね、実際に災害を目の当たりにした彼女がこのプロジェクトに参加することによって、こうきっと何かが生まれる。僕はそう思ったんです。どうか彼女のことをお願いできませんかね。はい。僕は普段からいろんな発明のアイデアを考えているのですが、今回のプロジェクトではみんながあっと驚くようなお助けロボットを作りたいので、避難所の様子にはすごく興味があります。これからたくさんリサーチしていきます。ありがとう。じゃあ次、大地君。はい。考えたんですけど、災害の時ってやっぱりSNS の情報が一番役に立つと思うんですよね。もし家族や友達とはぐれても、 SNS で呼びかければ誰かが情報をくれるかもしれないですよね。何がおかしいんだよ。あまりにお気楽だから。は？どういう意味だよ。言葉の通りだけど。やる気がないなら帰れよ。真面目にやろうとしてるこっちの身にもなれよ。真面目に？何を？何も分かってないくせに。ちょっと落ち着こうか。災害が起きたらスマホも SNS も役に立たないんだよ。電波も電池も電気もない、水もない、食料もない。日常が全部一瞬にして止まって消えちゃうんだよ。何も分かってないくせに理想論ばっか並べて。だからお気楽だって言ってんの。青木さん、もうやめるんで放っておいてください。そういうわけにはいかないの。何マジになってんですか。防災とか言ったって災害なんて防げないし。そうかもしれないけど、それをみんなで考えるためのプロジェクトでしょ。青木さん、話してくれないかな。青木さんが体験したことを。当事者の話はプロジェクトにもすごく役に立つと思うし。当事者、役に立つ。結局他人事じゃん。そういうつもりじゃ。あんたさ、なんでこれやってんの。このプロジェクト。それは仕事だからでしょ。あんたもあいつらと一緒。結局これは一つのイベント、ただの通過点。プロジェクトが終わればまたいつもの日常に戻ってく。でも私にとってあの日は今も続いてる。あの時の恐怖も絶望もずっと残ってる。あんたの自己満のために私を使わないで。
彼女の言う通り、災害を経験しない僕たちが偉そうに語るなって話ですよね。ならこれ以上何もできないだろう。責任重すぎるって。私ももう一回冷静に考え直したい。このまま続けていいのか、なんか分かんなくなってきた。大変なの知ってるし、ないがしろにされても頑張ってる彼女の方が好きな俺ってだいぶ M だよな。何それ。何かあったの？最近ちょっと考えちゃってて、私この仕事向いてないのかもなって。え？本当はさ、失敗ばっかりしてる、周りに迷惑かけまくってるし、余計なこと言って人も傷つけた。もう2年目になるのに役に立つどころか、何のために仕事してるのか自分でもわけわかんなくなってる。こんなんじゃ海外に行っても何にもできない。ベトナムにも災害があって正直怖いし、お母さんが言う通り器じゃないんだよ。自分のことすらろくにできないのに、他人のために何かできるはずない。だからやめた方がいいのかなって。俺帰る。いや、ちょっと待ってよ。俺は瑞希がやりたいことあるから自分も仕事頑張ろうと思った。離れるのは寂しいけど、それでも応援するって決めた。だから今の話は聞かなかったことにする。なんでよ。私だっていつも元気に頑張ってなんかいられない。現実逃避しなきゃやってらんない時だってあるよ。弱手ぐらい吐いたっていいじゃん。うん、いいよ。でも俺は瑞希はそういう自分のこと一番嫌いだってこと知ってっから、だから聞かなかったことにする。落ち着いたらまた連絡して。何か策は考えてあるのか？正直まだ見つかっていません。何とかしてみんなを連れ戻したいとは思っているのですが。あまり時間もないぞ。学生たちに強要もできない。分かっています。一つお伺いしてもいいですか？なんだ？書籍はなぜこの仕事をされているんですか？唐突だな。なんで急にそんなことを聞こうと思ったんだ？同じ質問を学生の一人に聞かれて答えられませんでした。私は誰かの役に立ちたくて外務省に入りました。でもそれってよく考えてみたらただの自己満足なのかなって。自分に自信とか明確な目的とかがないから、そう言ってごまかしているだけなのかもって。そうかもしれないな。でもな、誰かのために続けた仕事はいつか自分自身のための仕事に変わる。災害支援なんてまさにそうだ。え？一見
相手のためにやってることに思えるだろ。でも違うんだ、お互い様なんだ。例えば日本で地震が起きた時、世界中から物資が届いたり、たくさんの人が助けに来てくれただろう。はい。だから他の国が困っている時は俺たちも真っ先に手を差し伸べて、自分たちにできることを精一杯やる。そういう世界の国々の支え合いの中で俺たちは生きている。今は迷うことがあっても、いずれこの仕事の意義がもっとはっきり見えてくる。あとは自分を信じて突き進む覚悟があるかどうかだ。自分を信じて突き進む覚悟。瑞希が瑞希らしく突っ走ってるのが俺にとっても一番だから。吉沢、得意分野だろ。災害が起きたらスマホも SNS も役に立たないんだよ。電波も電池も電気もない、水もない、食料もない。日常が全部一瞬にして止まって消えちゃうんだよ。6歳のリナさんはどんな気持ちだったんだろう。どんなに怖かったことか。同じビルに避難していた女性の方が救助された直後に亡くなってしまったんです。避難している間ずっと彼女を励まし続けてくれたそうです。大丈夫、一緒に頑張ろうって。大丈夫、一緒に頑張ろう。ちょっといいかな。私辞めるって言いましたよね。すぐ終わるからね。入って入って。まだ気持ちの整理がついてないです。俺もあれからぐるぐる考えちゃって。私もそう。だから一緒に考えたくて。もう一回
ゼロから考え直してみたんだ。なんでこのプロジェクトをやるのか。仕事としてじゃなくて一人の人間として。それで思ったの、防災とか復興ってハードを強化することは何より大事なことだけど、それだけじゃないんじゃないかって。より良い復興を目指すって、まずは私たちの心を強くする、絆を強くすることなんじゃないかって。自然災害は多分これからも起こるし、辛い思いをした人たちの心の傷は消えないかもしれないけど、気持ちを一つにして、国籍とか人種とか当事者とかそういうの全部超えて協力し合えたら、世界はもっと強い絆で災害に立ち向かっていけるようになるんじゃないかな。一人じゃない、一緒に乗り越えよう。ビルドバックベターにはそういう意味もあるんだと私は思う。私はこのメッセージをたくさんの人に届けたい。それが私がこのプロジェクトを続けたい理由。きっと大丈夫、一緒に頑張ろう。さん、私はあなたとここで出会えたことを無駄にしたくない。だからあなたの本当の気持ちを聞かせてほしい。私は私は生きていてほしかった。大丈夫大丈夫。あの人は自分も体が弱いのに私を守るために寒い思いをして、自分も辛いのに私を一生懸命励ましてくれて、それで、私は二度とあんな辛い思い誰にもしてほしくない。だから作りたい、災害に負けない強い世界を。分かった、その気持ち世界中に伝えよう。俺もっと勉強するからさ。僕もみんなで一緒に考えよう、自分たちにできることね。一緒に頑張りましょう。よし、やる気出てきたさあ皆さん、遅れた分まで取り戻しますよ。はい、はい。じゃあ待ってるから気をつけてね。はい。携帯使えなくなったら俺らの世代大パニックだよな。もう繋がるのが当たり前みたいになってるからな。うん、でも地震の時みんな速攻でバッテリー落ちちゃって、
おばあちゃんと連絡取れなくてお母さんすごく困ってた。充電待ちも全然順番回ってこないし。僕災害時でもすぐに使える充電器を発明します。お待たせ。まあ、じゃあ行こう。狭い空間なんだ。わけを探すより一緒に歩いてみよう。これはなかなかきつい、うん、やっぱり困ったのはトイレとかの衛生面かな。あとは避難所でのプライバシー、あれは女子にとってかなりシビアな問題だと思う。こういうのって何かが起きてからじゃどうしようもないよね。絶対に前もって考えておかなきゃ。あるし、家を強化するんだったら行政の働き絶対必要じゃない。あ、でもここ数年で学校の耐震工事はだいぶ進んでるみたい。本当だ。あ、例えば小学校の耐震工事をするときに子供たちにも見学してもらうっていうのはどう？勉強会も開いて。あ、生徒側はなんで工事してるのかよく分かってないこととか多いかも。そう、子供の頃から防災のことを勉強しておけばいざって時に自分で自分の身を守れるようになるんじゃないかな。ミリアさん、ナイスアイディア。ナイスアイディア、ナイスアイディア。いい意見だね。せーの、はい、いけるよ。最初からどうぞ。リナから。大丈夫。じゃあ始めるよ。用意スタート。あなたにも、あなたの大切な人にも、辛い思いをしてほしくないから、生きていてほしいから。 Let's sing together. Let's save each other. 事前防災で私たちの命を守りましょう。みんないい顔してるじゃないか。はい、やばい、しみる。そしてなんか泣ける。防災についてもね。あ、すげえ、もう海外からガンガン反響来てます。お互いの気持ちや考えを。本当だ、とても大事だと感じました。いざという時にどうすれば自分たちの気持ちが伝わったんだ。みんなの気持ち、家族で友達同士でこういう会話をぜひしてみてほしいです。話し合うことは知ることにつながり、災害に負けない強い世界と未来へ私たちを導いてくれるはずです。気をつけんのよ。中出して寝ちゃダメよ。出さないから。ベトナムとのおじさんってどれぐらいだっけ。ちゃんと連絡取れんのかしら。2時間っていうか心配しすぎだって。あ、水木の実。じゃあそろそろ行くね。あ、気をつけて。いってらっしゃい。
俊斗。私頑張るから。もう弱音は吐いたりしない。何年かかるかわからないけど、ちゃんと自分で自分を誇れる外交官になるから。だからその俺も頑張る。そんで瑞希が帰ってくるの待ってる。だから心配しないでベトナムでも突っ走ってこい。ビルドバックベター、それは経験に学び次に備えること、それを社会全体で考えていくことなんですね。こういう防災関連の施設を訪れるのもそのきっかけになるかもしれませんね。日本が度重なる災害を乗り越えてきた経験から培ってきたノウハウは、外国で大きな災害が起きた時、支援という形で生かされています。特に ODA 活動で行われる建物の耐震構造の技術協力やインフラの整備などは、被災した国や地域などの復興に役立っています。僕も瑞希や学生たちのように、これからもっと防災について学んでいこうと思います。その積み重ねがより良い安全な世界を作ると信じて。